はい、次キャリパーも、組んでいきます。キャリパーの方ね、中のパッキンとか全部外して塗装したんで、あとは組んでいくだけなんですが、まあ、組み付けもね、まあ簡単です。キャリパーオーバーホールって結構大変そうなんですが、キャリパーのオーバーホール、まあ、パッキン変えるだけです。奥側にあるオーリング1枚入れて、手前にあるこのラストシールね、このパッキンを2枚入れるだけです。これもラバーグリスを塗りながら、組んでいきますね。パッキンもこれオーバーホールキット、パッキン単品で買えます。もう本当に安いもんです。これはいくらやったかな。またね、後でかかった金額出してみようかなとは思うんですが、こういうパッキン類はそんなに高いもんではないです。こうオーリングにグリスを塗って、でここに入れていきます。こうね、で次ダストシールね、ダストシール、これも純正です。よくグリスを塗って、この内側にね、内側に入れていきます。次ピストン、次ピストンですが、ピストンもこれ耐水ペーパーでこう汚れっていうか垢を落として、で組んでいきます。 50cc のね、まあ、250cc もそうなんですが、車検がないオートバイっていうのは基本的に不具合が出るまでオーバーホールってしないんですよね。なので、まあ、車とかと比べて、比較的こういうブレーキ関係が傷んでます。これはね、中古部品結構当たりで綺麗なのが来たので、これはね、ちょっと良かったなと思ってます。ピストンを入れていきます。グイッとね、軽い、非常にスムーズです。これはこのキャリパー当たりでしたね。よし、抜いちゃった、こうね。で、次、これね、こうキャリパーってね、片押しキャリパー、片押しのピストンっていうのはこっち側のピストンでパッドを押して、でこっち側はこうなんていうの、この固定するピンの部分がこうスライドすることでギュッとこう掴むような構造になっているんです。なのでここのこのスライドする部分が錆びたりしていて動かないと片利きしてしまったりしてね、引きずったりね、そういうふうなトラブルの原因になります。なのでここのピンの部分の錆び具合もよくチェックしておきましょう。これ最初のやつはね、非常に錆びて状態が悪かったんですが、ここもどこ行ったかな、プレート当たった、このキャリパーを固定するこのプレート、これもね、この部分がこう錆びていると非常にまずいです。ですからこれね、すごい綺麗だったんでよかったです。でこれがこう固定されるわけですね。向き取っちゃう。ここもブーツをつけていきます。このブーツもね、まあ、た通り組んでいきます。このブーツね、これも純正部品。でこれももうあったように組み付けるだけなんで、これはこういう風に入っとったんやね。こうね、入れると。なのでブーツの向きはこうですね。こっちからの方が良かったですね。
方ね。でこっちがあのねちっちゃいブーツが入ってます。このこっち側にはこういうブーツが入ってます。ダストブーツが。ここに入るんですね。で、このグリスを塗って、この溝に、この溝に入ります。こうね。こう入りますね。はい。それで、このプレートを、このプレートが、で、このプレートが、こう入るのか。こうやね。で、この部分が、手動するんで、この部分にもしっかり、ラバーグリス。もうこれね、ラバーグリス、これ、つけてしまうともう、共有することができないんで、しっかり塗っておきます。もうこれがね、これだけがもう防水の、油分なんで、これをね、しっかり塗って、で、これを、ここに差し込みます。パチッとね。こうね。はい。で、こっち側が固定できたんで、次、こっち側ね。ここも、このね、シャフトっていうか、軸の部分に、これオイル溜まりがあるんで、ここにしっかりグリスをつけてやって、で、こうね。で、これを入れて、ここの溝に、さっきつけたこのこっち側のブーツね、このブーツの足が、引っかかるようになってます。なので、さっきブーツを入れてやって、さっきシャフトね。さっきシャフトを入れてやって、で、ここのシャフトに、反対の方がええんか。まず、こっちを入れてやって、こっちを入れて、で、この、ここの、ブーツをね、ブーツの足を、この溝に、ちゃんと引っ掛けて、こうね、ちゃんと引っ掛けてやってないと、この、こうブーツの足に、この溝を引っ掛けてありますね。これでちゃんと入りました。こうね。見えるかな？こうな。で、ここに、で、さっきやったこのワッシャー1枚入れて、はい。で、さっきのプレートね、このプレート。これに固定します。はい、で、六角レンチなんで、六角レンチで、こうね。はい、で、これ六角レンチで固定していきます。はい、それでね、ブーツ関係全部間違いないのを確認して、六角レンチで固定します。ちょっとこれこのまま本締めするとちょっと塗装が剥がれると嫌なので、プレートを掴んで、
プレートを掴んでこれを本締めします。よいしょよいしょよいしょ、はい、できました。これブレーキパッドを、ブレーキパッドを後でつくんかな。ちょっとねパッドももうつけときますか。え、これプレート後かな。これさっき車に車体に固定するんかな。ちょっとさっきブレーキパッドつけてみましょう。ブレーキパッドはブレーキパッドもね、これパッドなかったんで注文したんですが、中古取り寄せた分にパッドついていたんですよね。これどんなちびとんかな、これどんなかな。まあ新品取り寄せたんで新品つけてみます。はい、こんな感じで取り寄せしたブレーキパッドです。エリミネーター用ね、まあ、そんなに高くなかったですね。1500円ぐらい、こんな感じですね。やっぱちびてますね。やっぱちびとるね。定期点検がないんでね、原付きって。まあちびとるわな。よし、じゃあこれつけていきます。まあちょっとね、表面、初期なじみもいう意味で表面ちょっとこすっときますね。これ後から固定できるんだろうか。あ、入るな。入りますね。はい、じゃあ固定してパッドを入れていきます。構造はね、こういう状態でパッドが入って、でこのこういう足の長いボルトでここをこう固定するわけですね。これだけで固定されてるんじゃない、ピンだけで固定されてるんじゃな。当たりもないから、ピンに全荷重がかかる。なので、制動はもうピンだけでしていく感じですね。よし。ちょっとね、車体につけるときにこのパッドが邪魔になるかどうかわからないんで、とりあえずこの状態でつけてみますね。で、パッドは、このパッドの、パッドの背中にね、泣き防止のこのパッドグリス、パッドグリスこれね、これを、塗って組んでいきます。オリブテンかな、これは。泣き防止ですね。穴にもね。ほんと。で、こっち側も、で、反対側もこの、この部分を爪が押さえるんで、これはなんかあれやね、爪側に塗っとこうかな。爪側にパッドグリスを塗っておきます。はい、で固定するピンもピンの固定とこの修道を全部このこいつだけでやっていくような構造なんで、これにもしっかり、パッドグリスを塗っておきます。こうね、後ろにあれが、向こうに押さえがおるんやね。これあれが、なんかな、
ネジの周り止めがあったね。あ、これこれ。ネジの周り止め。緩み止め。これをちゃんと入れましょう。これがね、入ってましたね。これ最後にネジ締めた後で、爪を起こして、このピンが緩むのを防ぐ構造ですね。緩まないように、爪を折って、完成です。とりあえずね、こんな感じですね。でちょっとね、このプレートがついた状態で車体に固定できるのかどうかっていうのは、まあちょっとね、本体つけるときに、確認しましょう。はい、とりあえずこんな感じで、ブレーキのオーバーホール完成です。ご視聴ありがとうございました。あ、ここあれやね、ここにこの蓋をつけて完成ね。このままネジ締めない関係ね、とりあえず仮でつけておきますが、このお水のシールをつけて完成ね。前はとりあえずこんな感じ。はい、ありがとうございました。またね、次ねエンジンですね。次エンジンとかキャブレターとかのオーバーホールになっていくんで、まあ、今よりはね、もう少しこう見応えがあるというか、面白みがあると思いますんで、引き続き、見ていてください。